京都記念は日本中央競馬会が京都競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表では名称を農林水産賞商,商店京都記念と表記している。聖賞は農林水産大臣賞。第105回優勝馬トレイルブレーザー第106回優勝馬当選ラー第107回優勝馬デスペラード。 第108回優勝バラブリーデー1942年に春と秋の年に開始校するハンデキャップ競争として創設。当初の競争条件は春、秋ともに5歳以上だったが、1951年より秋は4歳以上に変更された。1944年の春から1947年の春までは第二次世界大戦の影響で中止され、1947年の 秋より再開。試行距離や競争条件は幾度かの変遷を経ながら年2回試行していたが、1984年に秋の競争が廃止され、以来年1回の試行となった。負担重量は1994年より別定に変更、試行上、距離は1995年から京都競馬場、芝2200メートルで定着している。外国馬は、 1> 年1回施行に改められた1984年より出走可能になり2005年からは国際競争に指定され外国馬も出走可能になったまた2020年からは地方競馬所属馬も出走可能になった負担重量が別定に変更された1994年からは重量面で実績馬が出走しやすくなったこともあり小馬の有力馬が 年明け初戦として出走するケースも多くなった。なお、本競争の優勝場には、オーストラリアの G1 コーフィールドカップへの優先出走権が与えられることになっている。以下の内容は、2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、別、定2021年の1着賞金は6200万円で、以下2着2500万円。 三着千六百万円、四着九百三十万円、五着六百二十万円。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第75回まで京都記念、第77回以降は京都記念。前日の通り、1983年までは年2回施行され、秋の競争も行われていた。各回競争結果の出展。 ありがとうございます。